ペットボトル投げるまで分かんなかったってことでしょ、うん、言うんやなそれが原因で、まあ、ちょっと迷惑も娘にかけたし、私お前の娘でいること自体恥ずかしいんだけど、反省でギャラもらってんの職業反省でしょお前ねえ、反省でこんなガッポガッポもらって人騙してねえ、またその顔してすげえな、メリちゃん。いいからお前一旦反省でギャラもらってる自覚持てよ。そっからじゃねえ、まずだから成長しねえんだよ、わかる。パパは反省でギャラをもらっているんだ